はい、ひるびり法則区、訳ありットークのまこねえです。今日はですね、実は、そう、もちろんね、朝歩きながら喋ってたんですよ。そう、喋ってたんですけども、えっと、あまりにもね、朝日が、朝日っていうか、まあ、えっと、雲と朝日のバランスがすごい綺麗で、ほんと、そう、ボブ、ボブの絵みたいな、ほん すてきな雲だったの、配色も綺麗で。まあ、それに見とれてるうちに、えっと、それ写真撮って、サムネ用に写真撮って、えっと、よし、再開しようと思ったら、間違って保存しないで消しちゃったわけよ。そう。30分い喋ったのに。<laughs> ま、それでも、ま、帰りに収録しようか。 思ったんだけど、まあ、帰りもちょっとね慌てて帰ってくる都合があってえっともうそんなことを忘れて、うん、と今日はね、えっと、カラオケボックス行って、えっと、歌の練習しようかと思ってたの、うん、まあそれもできないまま結局カラオケボックスも行かなかったんだけど、まあ、収録もできないまま、まあ、帰ってきてねちょっと疲れ果ててちょっとねご飯食べてごろっとしてたら寝ちゃってみたいな感じで まあ今はなんと夕方の7時。このままね、えっと、まあごめんなさいねっていうパターンもありかなと思ったんだけど、まあごめんなさいねっていうよりは、まあなんかしらあのこんな状況ですよっていうのでもうまあ配信したいなと思って、うんとね、もう。 布団の中に入って配信してます。<laughs> なので今日は訳ありダイエットウォークじゃなくて、訳ありダイエットしないウォーク。<laughs> そんなわけで、えっ、ー、と、まあこね、これ今日も、えっ、ー、と、何分ぐらいかわかりませんが、ちょっとね、今日短めになるかもしれませんけど、お話をしながら、えっ、ー、とし、していきたいと思っています。まあ、といっても、今日ね、あの、何をテーマにお話ししようかっていうのを、まあ、朝何を話したかというと、朝はですね、 えっと、私は、うんとね、年上の先輩にしてもらった恩義、ご、え、縁、っと、も,もいっぱいあったし、ご恩、えっと、もいっぱいあるんだけど、まあ、それに関しては、まあ、何一つ、ろくをお返しはしてないけども、も同じように、えっと、私は、ね、1歳でも1分でも年下のみんなには、まあ、あの私の経験で生かされるものであれば全て生かしてもらいたいと思って、まあ、もちろんあの見返りも 何も期待せずに何でもかんでも、えっと、提供するっていうのを私のね人生の重要なスタイルの一つとしてやってますっていうお話をしたので、まあ、それに関しては、えっと、私の,あの小学校時代中,中学校1年生の時の先生の影響が強いんですよってお話をして、まあ、30分ぐらい喋ったのね、うん、でまあ,あの同じ話をしてもいいんだけどなんかねあの うんと、あの時は感情がわーって登ってて、もう半べそかけながらもう喋ってたから、まあそのね、モチベーションまで今、再収録でできるかっ,て言ったら、まあできるわけもなく。<laughs> じゃあ全然違うお話をしようと思って、えー、っと、ゅあの、うんと、スマホの前に立ってます。はい。と言ってもね、もうあの、いつも寝てる時間なので、あくびが、あくびが、はぁ、あ。 いう感じなんですけども、うん、まあ、えっ、ー、と、まあ、あの、寝る前にね、ちょっと収録という感じで、えっと、お付き合いください。さすがにね、えっと、もう家から出た瞬間から、もう外は明るくて、えっと、日が昇り始めているっていうような、まあ、時期になってきましたね。そう、もう、あの、えっと、本当に2週間ぐらい前、まだ寒いなと思って着込んでた服を着ていくと、もう、 あの着く頃に暑いなっていう季節になって、まあ、帰りはもうもっと薄着でもいいやっていう感じの季節なんですけどもそう皆さんどうですかね、まあ、私の場合はあのもうも、えっともと菓子パンが大好きなんですよ。 <laughs> そうだからまあ私にとっての16時間断食っていうのはもう菓子パンをいかに食べないかもしくは食べたとしても効率よくというかまあ体の脂肪につかないようにまあうまく食べるにはどうしたらいいかっていうような戦いでもあるんですけれどもそうまあねそのなんで菓子,パン菓子パンの話をし始めたかというとまあ今日仮にね まあ今日はあの、えー、と収録してるのは火曜日なので、うん、と火曜日は私のね、いつも帰りに寄るスーパー、あと長岡の魚六ってところですけども、魚、ま、六、あのスーパーが金銭セールだったかな、90円だったかな、90円金銭セールで安いんですよ。で、そうすると、いつもね、富士パン、富士パンの フジパン版ランチパック。<laughs> あのあのランチパックってほら山崎のパンじゃん。で、同じようなあのスナックパックだったかな、そんな名前の、えっと、ランチパック風のパンがフジパンにもあるわけ。で、まあ、あの、うんと、まあ、 ね、お聞きの方、関西の方だったら、まあ、フジパンはね、フジパンはあの大阪の会社ですから、まあ、関西中心に広がってますし、えっと、山崎は東京の会社なので、まあ、関東が強いと言われてます。でまあ、関東だったらまあランチパック、まあ、フジパンだったらスナックパックだったと思うんだけど、まあ、同じようにあのパン、食パっぱの真ん中を あのくっつけて中にいろいろ入ってるっていう、まあ、同じスタイルですよ。そう <laughs> が私のウロクのね90円生の時にはいろんな種類が並んでるんです。でいつも、まあ、1個2個食べてあれ2個ずつ入ってるから1泊2個ずつ入ってるから、まあ、1個2個買って、まあ、そこで食べて、まあ、お茶飲んで帰ってくるっていうのが、まあこ,こ,すね、ここ最近の、えー、とちょっと楽しみだったんだけど。 あのちょっと前にね、YouTube の大御ユーチューバーのえっとゾウさんパクパクさんのえっとサブチャンネルでえっとあのランチパックのえっと七並べじゃなくてなんだっけオセロじゃなくてえっと神経衰弱をやってたんです。でまあえっとそのコブちゃんとかが えっと、7個、8個食べてて、いや、もう食べれないみたいな感じで言ってたから、え、嘘でしょみたいな感じで、私、いくつ食べれるんだろうなんて思ってたの。で、まぁ、あ、あの、ちょっと前に見た時から、まあ次の、あの、火曜日というか、まああと、フジパンが並んでる時は、ちょっと、まとめ返しで試してみようかな、なんてずっと思ってたのよ。とまあそれで、まぁ、あまあ、今日ね、時間がなかったんだけど、まぁ、あ、ね、あの、えっと、うんっと、 なんじゃ村行ってカラオケのえっと練習しようと思ったから、まあ持ち込みでオッケーだっけね。あの、うんとその富士パンのランチ、富士パン風のランチパックを買って、えっと、まあ、えっと、 えっと、全種類で今日10個あったんだな。そう、10個買って、まあ、食べてみようと思ったんだけど、あの、もう、部屋に着いたとたまあ、部屋に着いてちょっと着替えてから、えっと、カラオケボックス行こうと思ったんだけど、ふ部屋に着いたっ,て言ったんもうね、なんか、もう我慢できなくてさ、まあ、開けたの。開けて食べ始めたらさ、まあ、あの、う、え、ん、っと、甘辛い、あ、あ、しょっぱ系が5個、甘い系が5個。で、まあ、まあ、ね、フジパンも、 山崎という、まあ、限定とか、地域限定とかって、いっぱいあってさ、まあ、食べたことないのもいっぱいあったんだけど、そう、うんと、あの、さすがにね、あの、10袋だとさ、10パックだと、まあ、20個じゃん。あれ、20個食べると、いや、なんかもう、お腹いっぱいだわ、もう、胸もいっぱいだ、みたいな感じになってさ、<laughs> そうしてるうちにさ、なんか、なんか、 いやー、なんか疲れたよねー、なんて感じで、あのー、まあ、同時にね、あのー、パソコンにコーディングさせたから、まあ、コーディングもう少しで終わるし、ま、あえっと、うん、もともとね、パン食べるつもりじゃなかったから、まあ、お昼の準備もしてたし、まあ、ちょっとね、いつものダイエットメニューもちょっと食べたいな、みたいな感じで、まあ、うん、そう、お腹いっぱいなんですよ、また食べ、た食べちゃったの。そしたらさ、急激に眠くなって、わー、眠ったー、みたいなの思ってるうちに、 って寝ちゃったんだよね。起きたらもう2時よ。<laughs> ちゃんと今日終了みたいな感じ。まあそっから、えっ、ー、とね、今日のアウトプットじゃなくて、えっ、ー、と、まあ今週、あの、明日からね、あの公開の映画があったから、まあ、えっと、映画の、映画大人の教科書の収録をして、で、今コーディングしながら、 そう M キャスのやつもコーディングさせてるって感じで、まあ私のパソコンさ、まあそもそも10年ぐらい前の Windows7 時代のえっとシンクパッドをまあマ改造して、CPU も SSD もまあメモリーも集めるだけ積んでまあ動かしてるんだけど、まあさすがにね、もうあのうんとウェブサービスとかまあコーディング同時にさせてると、もうあのあとはもう特急しか何もできないみたいな感じの状態のね。 でまあまあ、今年中には新しいのを、えっと、1台、2台、うん、買おうかなとか思うんだけどさ、そうまあ、私も基本的に外に出て作業するっていうのは今ないから、そううん、と同じね、10万ぐらい、10万、15万出すんだったら、えっと、ミニ PC を2台の方がいいかなとか思って。そううんまあ、1台ね、あの仮想 仮想環境で、仮想環境じゃなくて、まあ、リモート環境で、まあ、コントロールして、えっと、まあ、時間がかかる作業は振り分けるみたいな。そう、まあ。振り分けて、まあ、あの、片っぽで操作、あの、して、まあ、あの、作業は作業で別にするみたいな。まあ、そんな風にしようかな、なんて思ってるんだけど、まあ、それもね、まだそんな、あの、来月買いますっていう話ではなく、<laughs> ちょっとずつ <laughs>、そう、買い揃えていきます。まあ、来月はね、 今月の給料で、えっと、自転車を修理する部品とか、えっと、高層ジュースを作るための,あの、えっと、ミキサーとか買ったし、あとね、いろんな食材も買ったりしたから、まあまあまあ、うんとまあ、今月、あと、まあ、自分で自由に買えるお金なんてまあそんなないと思うから。そううんまあ 来月は、まあ、そんなもんかな。来月はね、ちょっと、あの、ウェブカメラが欲しいと思ってるの。ウェブカメラと、えっと、ライブ発信できる環境を作りたいと思ってて、うん。あそれもね、急ぐわけじゃないけどね、まあ、パソコンの方が優先かもしれないけど、まあ、そう、いろんなね、テストもしたいからと思っててさ、まあ、そう思うと、まあ、パソコンは早くても8月、9月、 10月、まあ、今年中ぐらいかな、なんて思ってます。 はいまあ、そんなパソコンの話をしてもねえと思うんだけど、まあ、そのランチパックのそれをね、まあ、パクパク食べて、まあ、16時間断食と言ってもね、まあ、12時までに食べきればいいと思ったら、まあ、そのまま寝ちゃったからさ、まあ、結局、まあ、あの食べ終わったのは2時ぐらいなのかなとなると私の明日の朝ごはんは、まあ、お仕事終わって帰ってくるまで,で食べれませんと <laughs> あらあらやっちゃったみたいな。 感じだけど、まあまあまあ、それもいいよ。まあ、それもいいよ。うん。明日こそは、まあ、速攻で帰ってきて、ボックス行って、カラオケを、まあ、2時間、3時間ぐらい、がっちり歌って、歌おうと思ってます。まあ、それはね、えっと、明日、明後日のステージに立つための練習なので、まあね、うん、ともう、もうや、やるしかないみたいな感じなんだけど、その,そのステージは何かというと、えっと、まあ、昨日突然決まった、 たんだけど、えっと、3年ぶりぐらいに、えっと、イベントのね、ステージに立って、まあ、歌を歌うと、まあ、15分もらったんだけど、まあ、2曲歌って、トークでつなぐみたいな感じで、出演します。はい。もともとね、ダンスチームやってて、ダンスとかではステージに立つことあったんですけど、まあ、その頃からね、一緒に活動してた、その、プロデューサーのね、あの,あのあと、彼女がね、友達が、えっと、 そう、でなよみたいな感じで、まあ、言ってくれて、そう、まあ、そういうチャンス、チャンスっていうか、きっかけって、まあね、突然やってきて、まあ、あのそこに乗るか、するかはね、まあ、本人次第なので、まあ、私は今回、乗ってみようと、うん、そういうことで乗ってみました。はい。まあ、そんなわけでですね、うんと、まあ、今日はね、あの、たらたらと、 なんとなく同じ感じになっちゃったんだけど、まあそのランチパック、フジパン風のランチパックなんだけどさ、まああの、うんと、まあね、うんと、5袋くらいだったら、まあまあ、普通全然、あの、えっと、まあまあ、いねって感じだけど、でもね、食べてて思ったんだけど、うんと、あの、甘系のやつの方が、 まあ、あの、美味しいかな <laughs>。そう。あの、富士パンと山崎のランチパックと比べてってやれると、ちょっと私ね、どうかなって思うんだけど、まあ、ラインナップ的には、あの、木を照らしてるようなのは、 あの、富士パンの方が多い気がする。そう。で、スタンダードっぽいのは、まあ、山崎みたいな感じだけど、まあ、それは多分関西と関東の違いなんじゃないのかな。そう。まあ、あの、どっちが好みっていうと、私はね、そう、本当あの、富士パンファンの皆さんごめんなさい。山崎好きのランチパックの方が、えっと、しょっぱ系は好き。で、甘系は、まあ、どっち こっちもどっちかなでもね、あの、入ってる具は、まあ、元のね、安売りの時買ってるからなんだけど、元の値段がいくらかちょっとよくわかんないけど、まあ、入ってる具はね、山崎のランチパックの方がね、多い気がするよね。で、山崎のランチパックはさ、まあ、カバンとかに入れてもさ、潰れないように、パンパンに空気入ってるじゃん。逆に士パンはさ、まあパン、結構空気入ってるんだけど、パンパンってわけでもなくて、なんとなくね、あの、うんと、 安っちい感じがする <laughs>。そう。まあ山崎のあ、富士パンのね、ファンの皆さんごめんなさい。まあ、富士パンがみんなそういうわけってわけじゃないと、まあ私はね、関東に、やっぱ関東、まあ東北、まあ新潟に住んでるから、まあ山崎パンの方がちっちゃい頃から馴染みがあるんだけど、山崎パンの方が富士パンより、なんかあの、デザイン的にもうなんか洗練されてるというか、まあ見慣れてるというか、まあそんな感じが、 正直する。そう。まあ、とはいえ、あの、最近ね、本当に最近さ、あの、新潟でもうまかっちゃんとか、えっと、売ってるし、あの、かん、あの、大阪に行かなきゃ手に入らなかったようなものが結構売ってるの。うん。でもね、あの、新潟の人、うまかっちゃん知らないから。<laughs> まあ、関西の人とかは、まあ、うまかっちゃんはもうね、もうね、もうね、ラーメンの王様みたいなもんだけど、<laughs> 袋ラーメンの王様みたいなもんだけど、新潟の人はね、うまかっちゃん知らないから、新潟ではね、うまかっちゃんね、いつも売れ残ってる。<laughs> そうそうそう,、うん、そう。食べてみれば美味しいのにな、とか思うけどね。<laughs> いつも売れ残ってる。そう。大体ね、新潟の人って食わず嫌いの人が多いと思うんだよね。 そう。まあ、日本人全般がそうかもしんないけど、まあ、ちょっとね、あの、あんま見慣れないものとかっていつも売れ残ってるんだよ。<laughs> で、私は逆にそういう売れ残ってるようなのを試すのが好きでさ。<laughs> そう。まあ、最近、うんと、大豆油の、ちょっとね、いいやつなんだよ。そう。えっと、ノルウェー産かどっかでいいやつで、えっと、 必須アミノ酸あ…必須法はアミノ酸だったかながなんかあのすごい多いのなんだけど、うんとね、売れ残ってて、えっと、定価で1300円ぐらいのが2割引きになって売られてるんだけど2割引きになってからももう1ヶ月以上、えっとまあ、最初2割引きになった時6本ぐらいあったんだけど、まあ本 そう2割引きになった直後に私がね、なんだこれと思って。オリーブオイルがね、ちょうどなくなりそうだったから、オリーブオイルの代わりになるなと思って、まあ、1本買ったの。で、まあ、まあ、えっと、1ヶ月使っても1本なくならなかったな。そう。うんで、えっと、1ヶ月経って、また行ったら、同じところで見たら、まだ売れ残ってた。 あと3本ぐらい残ってるんだけどもしかしたら毎月毎月私が1本ずつ買って私が全部買っちゃうかもしれない <laughs>、まあ、それかねあんまり木を照らしたものとかって新潟ではあんまり売れないかもしれないね、うんまあ、もしかしたら日本全国そうかもしれないけどそ,うあそのフジパンなんだけど、えー、とちょっと前に山崎とフジパンと,、えー、とピスコ ピスコだよね。そう。ピスコパンだと思うけどな、ちょっと間違ったのかもね。そう、ピスコ。う、え、ん、っと、まあ、あの、東京にいるとさ、えっと、ピスコも結構見るじゃない。そう、新潟だと、えっと、どうだろうな。あの、うん、コンビニで見るぐらいかな。スーパーとかであんまりピスコ、でもピスコいっぱい並んでる時もあるっちゃあるかな。日によるのかな。うん。まあ、あの、ピあの、 富士パン、山崎富士パンピスコがまあ大手3社じゃないかなと思うんだけど、まあ、調べたところ売り上げは山崎ピスコ富士パンの並びだった、うん。で、えっと、まあ私はね、そう、あの、ピスコのパンが結構お気に入り。というか、あの、えっと、なんかそのす、あの、山崎は出さないようなその隙間を塗って、 そう、え、こんなの出してきたのみたいなちょっと変わったのが多いじゃない <laughs> そう、うん、でもまあさっき言ったように新潟とか長岡ではね変わったもんなかなか見えないからなんかピッコもね結構あの,あの大変苦労してるような感じの印象なんだよねそうまあまあまあでも私はあのうんとパンでもお菓子でもちょっとね変わったもん見ると試したくなっちゃうのようん まあ確かに、ね、16時間断食始めて、あの、な,なるべく、あの、そういったものを、もう感覚で、感覚というかもう、あの、勢いで買わないようにはしてるけど、でもやっぱりね、うんと、まあ、買っちゃうわけよ。そう、特にね、なんか、あの、なんとなく酔っちゃった日とかね。<laughs> なんとなくスーパーに酔っちゃった。だって今日はなんかただ単に塩を買いに行っただけなのよ。 塩を買いに行っただけなんだけど、まあ買っちゃった、みたいな。まあそういう時もあるわけ。うん。そう。まあそんな感じで、えっ、ー、と今日はね、そのフジパンのランチパックをパコパコって食べたんだけどさ。まあまあまあ、う、え、ん、っと。まあ疲れてたんだろうな。なんかあの気疲れというか、あの、えっと4日のそのライブに向けて、あの気持ちをぐっと高めていく時期だから、 まあ今日が本気であの、ゆっくりできる最後の日かななんて思ってて、あとまあ数日しかないけども、まあ頑張って、えっと、良い、良いライブができればいいななんて思ってます。はい。まあそんなわけでね、ちょっと今日手短、まあ短めなんですけども、まあこの辺でお話を終わりにしたいと思います。 はい。まあ、あの、うんと、まあ、そんな、こんな時間に配信収録してるから、スプーンの方は、あの、できませんでした。はい。スプーンでお聞きの皆さん、ごめんなさい。そう。ねえっ、えー、と、これの収録自体は、まあ、あの、配信時間まで間に合うと思うので、えっと、アップしたいと思います。そんなわけで、今日は、富士パンの、富士パン風ランチパックを、ま、商標はちょっと覚えてなくてごめんなさい、を、あの、 バコバコ食べてみたんだぞ、みたいな <laughs>、まあ。その写真も撮っとけよって感じだけど、その写真も撮ってあるわけでもなく、まあ、ただ食べちゃったな、みたいな感じのお話になりましたが、まあそんな時もあります。そう。また明日も明後日も頑張りたいと思いますので、皆さん最後までお聴きください。そんなわけで、えっ、ー、と、マコネでした今日はね、本当に、 ショックだった。そう、保存しないで消えたっていうのを知った時に、ああみたいな。<laughs> 過呼吸で死にそうになるかと思うぐらい驚きました。まあ、そんなわけでね、またあの、こういう失敗2回目だよね、確か。そう、またしないように気をつけたいと思いますね。皆さんまた、あの、楽しみにしててください。バイバイ。